16章決意。佐山はおそらく、ああ、カムロ町ヒルズだろう。うん、甲田龍二に会いに行ったってことよな。行くんだろ。ああ、決着をつけてくる。おそらくこれが最後の戦いになるだろう。相手も死ぬ気で向かってくるはずだ。準備はしっかりしていけよ。ああ、分かってる。俺はここで待ってる。準備ができたら声をかけてくれ。まあ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 、最終章前ってことですね。やれることはやってこ、出てきて、時間帯切り替えちょっと、これ何じゃハッピーネットじゃないって、これからチップスメール。うん。まあこれで、まあ昼にしかできないサブストーリーとか、夜にしかできないサブストーリーとかね、あるから、それをしながら最後のね、ゴーダリュウジとの決着を迎える前に、やってこいよってことですね。いろいろアイテムとか買いに行ってこようかな。まあ、サブストーリー回収しなきゃいけないこともあるんだけど、まあ、とりあえずね、一個気になってるサブストーリーとしては、なんか妹を探してくださいっていう蒼天堀の子がいたでしょ。乗れないんだけどタクシー確かさ、ゴルフセンターに一人いたよね。ずっとなんかいるはいるの確認してたんだけど無視してたもんね。それ見に行こう。で、なんかいっぱいゴルフセンターからチンピラ出てきたんだけど、ゴルフセンターチンピラ倒したから、ちょっとこっちのサブストーリーの子ね。あ、なんや、カジワラ。その内のとこ立っとったら邪魔や。わしのクラブでドタマカジワルで、ゴルフなら勝負できますよ。今ならビンゴのみですが、お前この女覚えてるか。け、それがどうしたんや。覚えてるんだな。覚えてるわ。だからなんや。お前は捨てられた元彼様かなんかが、もうお前には関係ないやろ。元彼じゃねえし。分かったらさっさとどけや。ゴルフの邪魔や言うてるやろか。俺はこの女探してるんだ。こいつ今どこにいるんだ。じゃあお前は、もうわしんとこにおらんのや。欲しいやつがおったの売ってしもた。うわ、もうかわいそう。小島か。どこにいるんだ。なんでその名前知っとんねん。小島さんは、さっとここにおるんやろな。わしは知らんわ。そもそも、売ったんやったっけな。あの女、しょうもなかったから生ゴミと間違えて捨ててしもたんかもわからんで。わ、クソですね、ほんと。クソの極み、カジワラ。いや、覚えてへんわ。とにかく、その女が今どこにおるかは知らんのじゃ。わかったら早く帰ってくれ。ゴルフは紳士がするスポーツだ。帰るのはてめえの方じゃねえのか。いや、そうだよな。やったー、どういう意味やねん、こら。紳士じゃねえって言って、ノットジェントルっつってんの。喧嘩売っとんのか、これ。ちょうどええわ。お前で新品のゴルフクラブの打ち味試したるわ。曲がっちゃうぞ。大事にした方がいいって。買ったばっかなんたらなおさらね。カジワラ、おい、カジワラ。ほら、カジワラ。ほら、ほら、ポコポコにしてやる。ポコポコにしてやるからな。あ、でも残り一人って感じよね。全部小島さんが悪いね。え、何、次小島のせい。小島さんの命令なんや。わしなんてまだ可愛いもんや。小島どこにいるの。ちょっと待ってくれよ。今小島さんに電話するさかい。お、優秀。小島さんですか。あ、もしもし、わしです。すみません、あの件ちょっとややこしい話になりまして。え、はい、そうなんです。あ、わかりました、失礼します。撮っちゃうわ。んで、小島は？小島さん、あんた呼べって。噂なってんの？どこだ？小福町西にある緑山ビル2階や。小福町西、緑山ビル、ここですか？ここが梶原が言っていた小島がいる緑山ビルか。緑山ビルジングって書いてんな。入ってみる？シャインシャイン言ってる。どこでシャインシャイン言っている？ずっとシャインシャイン言ってるけど、あった。ラッキー。コインロッカーの鍵大事。え、ここ？ここ？いる？お前小島か。ミキどこだ？これが小島？貴様があの女の居場所を嗅ぎ回ってるやつか。なぜあの女を、何が目的だ？俺が聞いてるんだ。ミキはどこだ？ミキを返せ。あの女の居場所なんて聞いても意味ねえよ。お前はここで死ぬんだ。お前みたいな奴がいると。
俺らのビジネスに支障が出るんでね。邪魔なやつは消えてもらう。これで全員か。早く片付けてミキの場所を教えてもらうと。いや、ほんとなんでそんなに連れ回されたんやろ。舐めやがって。お前らこいつらやっちまいな。死体を二度と上がらないようにする。物騒。へい。いや、もう物騒。へい。ミキはどこだ。命だけは上がらないようにしてやるか。どこにいるんだ、早く言え。個室ビデオ鑑賞の部屋5番。そこに監禁してる。え、じゃあビデオ見てんの？個室ビデオ鑑賞の5番の部屋だな。わかった。変な真似すんじゃねえよ。え、じゃあガンダーラ迎えってこと？ここだっけ？ガンダーラ。ガンダーラ。ガンダーラ。5番って言ったね、部屋。そう。もう結構来たからね、言っても。どうも。5番の部屋どこだ？それ一番奥ですか？そうか、ちょっと通してもらうぞ。ちょっとお客さん？その部屋にはすでに別のお客さんが。そのミキちゃんはいるのかな？あ、いたいた。ミキはここか。お前も小島の手下か。誰だ？違う。私はあのとこに金で雇われただけだ。こんなの聞いてないぞ。私は何も悪いことはしていない。金なら払うから、これで見逃してくれ。15万も。ってことはやっぱり結構いかついことしてたんじゃん、お前ら。大丈夫？おい。大丈夫か？いや、もう泣いてしまった。それ怖いわな。とりあえず無事そうだ。かなり疲れているだけだろう。ほんまに、ありがとうございました。いや、でもよかったね、見つかって。ミキは今、うちの部屋でぐっすり寝ています。疲れているだけで大丈夫やと思います。そっか、無事でよかったな。ほんま、キリュウさんのおかげです。そういや、ミキから助けてくれた人に渡してって言われたものがあるんで、キリュウさんにお渡ししときます。お、ありがとう、ロッカーキー。なんや、なんかの鍵みたいよね。ミキの監禁となんか関係あるんやろか。え、マジ？とにかくありがとうございました。言い尽くせないくらい感謝しています。何かお礼したいんやけど。いいよ。いや、いい。気にするな。それよりお前はミキのそばに行ってやれ。ミキがいつ目覚めるかわからないんだろ。はい。ほんまにありがとうございました。いや、よかったね、ほんとに。ちょっとコインロッカー見に行ってみようかな。監禁された理由があるってことでしょ。ちょっとコインロッカーの番号までは今思い出せないんだけど、何かしらが出てくると思うんだよね。銀だから。で、ここが、スタミナは X。まあ、この辺ではないだろうな。改造バーナー、タイ武器手に入れられる。プラチ、お、いいね。プラチナザラがあった。バーストお守り。どれなんだろう。八角棒。どれだよ、結局。え、何もわかんねえんだけど。結局監禁されてた理由わかんねえんだけど。白バーいるかな。前この辺に白バーいたけどね。いる？白バー。あ、全然何も喋らねえ。いや、まあ今蒼天堀でできることって言ったらこのぐらいかな。じゃあタクシー乗ってさ、一回神室町まで戻って、どうする？もう行ってみる？龍神とこ。あ、でも一応伊達さんにも話しかけてしまって、おそらくこれが最後の戦いになる。もう後戻りはできねえぞ。もう進んでいこうかなと思う。最後の準備はもう大丈夫か？ OK です。ああ。大丈夫だ。遥かのことは俺が面倒見ておく。心配するな。すまない伊達さん。じゃあよろしく頼む。来るよな。バカいかつに揃っとんな、やっぱり。うわ、もうなんかもう、神室町が大変なことになっとる。こっちはもう、人言派だもんな。よし。多分まあ、着くまでに倒していくって感じするよな。よっしゃ、やってやろう。おお、手榴弾が。おお、大ごと、大ごと。やっぱ、こんだけ人が集まってくると、
何なんか龍が如くも最後なんだなと思ってしまうな。ほら刺しちゃうぞお尻に。へいいやたかまやられとるぞ。いいのそれで。なんか飛んできよんな。危な爆発しと。いやーやめてやめてやめてそういうコマンド急に出るのずるいって言ってるでしょ。せこいんだから。何なんか赤いんだけど。何なんかめっちゃ赤かった。なんであいつが赤くなってんの。とんかつ食べまーす。という味だ。いた。あ、強くなってんのか今。いや、バカ強なった。いや、でもね、全然ゴローのが強い。いったれ。で、これまだサイの河原に向かっていった方がいいのか。まだいるねん、絶対。どこだ。おい、真島建設。真島建設集合。どこだよ。お前か。増えすぎ、増えすぎ。めっちゃいるやん。ゴロどこいんだよ。助けんかい、ゴロ。で、まだいる。遠くにおるんですね。ほら。よし。もう来ない。持ってこ。焼夷手榴弾。お、何これ。黒装飾の男を倒せ。大事なんだけど。まあ、怖いやつこいつ。ちょっと怖いっちゃう。早めに、早めにもう武器避けつけてもう。倒そう。これ絶対刺してくるやつ、足で。うわー、ほら。それじゃないわ、多分。武器変えて。いったれ。どうだ。勝機。まさき刃物男への勝機。やったれ、桐生ちゃん。よし。最後だよ、こいつはもう。二度と出てくるな、お前、みたいなのは。トラウマ克服。これでもう最上階まで行くってことなのかな。最終決戦の挑む誰これ。ちょっと回復していい。何これ。あ、買い物できるってこと。ちょっと割高だけどな。集めたもの売ってやるよ。まあ見ていってくれよ。いいね、タフネス ZZ があるのはいいですね。めっちゃいいやつ揃ってるじゃん。刃物による攻撃ダメージを。そっか、160万はダメよ。だってさ、言っても、リュウジは刃物っていうか刀持っとるやん。こんなんがいるってことでしょ。準備はできたかな。これで、最上階で待つって言ってたから。リュウジのとこへ向かおうか。まだ階段あんのか。いやー、なんかドキドキすんな、この感じ。もう雪降ってんねんけど、そわそわする。カオル、カズマ、これはどういうことやねんな。キリュウさんよ。リュウジ、動かないで。ゴーダ会長を返しなさい。あそこにおる。次にせえ。会長、無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを、あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分かて登場会とつるんでいろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。
一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。何やと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。郷田隆二、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅんや。あなたも知っているでしょ。自分が人言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところでジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。郷田隆二さん、あなたを逮捕します。嘘や。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。今までほんまのことが言えんですまなんだ龍二。26年前スヨンが関西へやってきてすぐ私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場、偶然私はその店でスヨンと知りおうて彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日、スヨンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けした。けど関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや。仕方がない話や。私は所詮極道もん。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うっせえ。そないなことはどうでもいい。龍二、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。郷田人中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前やはり26年前の事件を。関係ない。わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもええ。奴らと利害が一致した。それだけ。さあ、残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい。私の話は終わってないわ。郷田隆二、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味。自分の生き方を変えられない。ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。
俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。覚悟はできとるやろね。バカかっこいいんだけど。もうリュウジめっちゃ強いんちゃん、やめてよ。刀持って、いやー赤光って、ほらこっちもティーでなんか使おうや、ガスバーナー使っとこうや。見て見て、ガスバーナーをあえて芝生用にする男。あ、投げちゃダメ、向こう行っちゃったじゃん、ガスバーナー。いやーなんかね、今そのフィリュウちゃんのね、親友っていうワードが出たけど、ダメだよね、あの思い出しちゃったよ、本当に極みをね。それこそ今回極み2だからこそ、いや間に合ったか、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い、本当ちょっと待って、おい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 、切られちゃうよ。ダメって、こっちだってね、警棒持ってるんだぞ。おら、リュウジ。でもリュウジ、やっぱかっこいいね、お前は。本当に。生き様というかね、曲がったことをしないからさ、こいつ。だからかっこいいよな。本当に悟空論の中でも曲がったことをすぐにしてしまおうと人っていうのは、たくさん見てきたからこそ。あ、リュウジへの勝機。かっこいいよ。お前は本当にかっこいい男だった。だからこそこうやってキリュウちゃんはね、1対1で向き合ったんだと思う。やったるぜ、リュウジ。ほら、会長、すみません。いいんです、これで。あんたのおかげで龍二の心の声を初めて聞くことができました。おおきに、ありがとうございました。合田会長、今まで私は大切なことを龍二に隠し通してきた。ほんまのことを言えば、ルージが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。ルージの父親として息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長、私も近江の大門を背負ってきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。龍二と一緒に逮捕してください。お見事や、合田会長、桐生さん。ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は
寺だ。なんで？どういうことや？これはすべて私が描いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いた絵。それじゃああなたが？そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ？あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を？あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東条会と近江の杯などを絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか？そうです。龍二は我々の掟に背いた。だからです、龍二は神宮恩派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田、桐生さん、あとはあなたを片付けて東条会を潰せば全ては終わる。寺田幸男として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾気がつかなかったんですか？あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして？爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原二郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せば神室町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田、何ですか？最後に教える。お前はあの時風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを？26年前のあの日、俺はお前を見ていた。어떡하지영민아씨발이래서는오래못버텨이놈아
좋아우리도가자이녹의원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야어生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺田。その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆にせわし近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。私は人言派の構成員です。人言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうがやるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。ここで終わりにしましょう。それはずるい。その銃はずるい。いやでもね、あの風間のおやすさんは、ちょっと待って、ずれた。待って、最悪。喋ってたからね、実況者として喋ってたから。撃ってんな、どこで撃ってんだ、どこで撃ってんだあいつ。おい、寺田逃げんな。寺田逃げんな。いやもう大事なんだけど、やっぱり風間っていう男はかっこいいって。え、寺田への勝機。寺田だけを狙ってきたから寺田への勝機が溜まっている。でも人言派も終わらせたいっていう感じがするけどな。それこそ恨みとは言ってるけど、終わらせたいんだろこの世。残ってるもんね、他も全然いるもんね。寺田さんが終わったからとってね、いるもんね、まだね。やっぱりこう風間さんの生き方、生き様というかね、桐生ちゃんがやっぱり人入れるよね。
強いし優しい人なんだろうね。これで終わり？いやでももう一人いるでしょう。キリュウ、まだや。もうお前との勝負は終わっている。やっぱりか。カズマ。そうだよな。遅かったやないか。